今年は美味しいもので終わりたいグルメ企画。あんま映画見て寝る。今日のあまちゃんでございます。あまちゃんがねファイヤー TV をね、使って映画を見てね、力尽きて寝てます。なんかね、アクション映画見てたんですかね。なんかポーズしてますね。半目開けて寝てるし。あまちゃんが、あ、俺の後ろに立つなと、あまちゃんが言ってる。あれかな。ゴルゴ13でも見てたのかな。わからんけど。それでは、本編スタートです。さあ、皆さんお待ちかね。2万円グルメ企画でございます。エイトビットさんのね、に頼んでお願いしてるやつですね。今回ね、3回に分けて送ってくれてるんで、北海道のグルメの数々を、ご覧いただければと思います。まず、8月ですね。さあ、荷物が届きました。どうも、プニでございます。エイトさんにはね、5月かなにも頼んでて、で、このね、もうチキンラーメンが売られてた真夏の出来事の話です、になってますけどね。5月にもね、頼んでて、5月はね、すごいね、海鮮を送ってもらってるんですよ。で、今回8月にも送ってもらってるんですよね。で、5月に送ってもらったのは、あちらも、2万円企画っていうことで、まあ、合計ね、4万円企画の、まあ、話になります。むっちゃいいから。こっちじゃ買えないものばっかりなんでね。今回はね、こちら。メロンですよ。メロンがどうしても食べたくて、送っていただきました。こちらのね、メロンね、富良野のメロンっていうのがね、太陽の王様、むっちゃ美味しいということで、これをね、送ってくださいました。いや、すごいよ、ずっしりしてて。いやー、この種類のメロンは見たことないし、一玉で、こっちで買ったらいくらするのっていう状態なんですけど。これあれですからね、まだ1回分ですからね。すごくないですか。こちらも2個入ってたメロン、今ねおやつもらってます。あまちゃんが、うわすごい、毛玉お姉さんに、これダイナマイトスイカっていうらしいですよ。すごくないですか。でかいんですよ、むっちゃ。私ねスイカ一人で食べきっちゃうんですよ、このぐらいの量で。一応ねこういう風に剥き方みたいなのがありましたけれども、ちょっと自己流で、やっていきたいと思います。あまちゃんが見るんだって言ってる。でも包丁使うから危ないよ。じゃあ行くぜ。まずはこちらの、メロンから。私のやり方はね、まずねこれをヘタを切るんです。ヘタしないようにね。そうすると平らになるんで、グラグラしないので、ここで真っ二つにします。これがね、私の切り方です。うわ、包丁が入りきらないもんな。すごっ。うわちょっとずれた。むっちゃうまそう。すごい食べ時。すごいいいものを送ってくれた。で、この中身はね、ちょっと後で使います。これはね。ここがね、またうまいんでね。捨てるなんてもったいないんで。まあ、どうしたかはね、後で報告します。今ね、綺麗に取っております。カミカミだな。すいません。で、メロンはね、いつもね、こうやって食べるんです。
こうやって、まあ、これごとね、言ってもいいんだけど、まあ、私上品なんで、嘘つけって、今突っ込んだ人いるでしょ。こんな感じでね、メロンを切って、用意していきます。まあ、すごい。とりあえず4分の1だよ、これで。やば。まだまだたくさんある。4分の1って言っても1個のね、4分の1だからね。ダイナマイトスイカ。ダイナマイトみたいになってるね。導火線がついてる。さあ、こちらもでかすぎてさ。これはね、思い切ってこのまま割ります。スイカはね、歯入れると、パコンって開いていくんで、比較的、切りやすいんですよね。うわ、すげえ。うわ、うまそう。私、むっちゃスイカ好きなんですよね。なんか、減ってるんだけど、メロン。切ってる間に。俺、誰か食べてないもん。ほら、絶対食べてるよね。で、スイカはね、また、ここで半分に切ります。包丁が届かないんだよね。いや、これはね、ほんと美味しかった。メロンもスイカも。いや、これ結局ね、メロンとスイカ、どのくらいで食べきったかな ?4 日もかからず、なくなっちゃった。スイカはね、一人で全部食べた。いや、もうね、すごい好きなんで、スイカ。いや、むっちゃ嬉しかったな。こんな美味しいスイカ食べたことないわ。ぜひね、通販とかでも買えると思うので、ダイナマイトスイカっていうね、スイカを来年、ぜひ買ってみてくださいよ。8月ぐらいに、送っていただいたんで、多分そのくらいがね、売り出し中だと思いますんで。まずね、これで、贅沢に、食べさせていただきます。いやー、むっちゃ嬉しい。もうね、机の上汁でベトベトですよ。蜜がすごくて。いや、むっちゃうまい。こんな感じですよ。マンゴーみたいにさ、なんかこう、ちょっとねっとりした感じに見えるよね。スイカもね、みずみずしくて美味しい。これが来た時ね、冷蔵瓶で来てるんでね、冷たくて美味しかった。で、種はね、絞って、ゼリーにしました。これもね、むっちゃうまかった。さあ、次行きますよ。じゃあ、9月に送ってもらったものですね。さあ、9月です。アーマンちゃんも少し大きくなりました。さあ、アンマンちゃんちょっといいですかね。大興奮なんですよね。今回はね、アンマンちゃんが好きなね、匂いがね、プンプンしてるみたいです。さあ、開けてみましょう。アンマンちゃんに気をつけながらね、開けていきます。ちょっとどいててもらっていいですかね。まあ、ダンちゃんなんでね、アンマンちゃんに傷つけることはないと思うんですけど。こちらでございますよ。トウモロコシ。これもね、私の大好物でございます。いやー、すごい。楽しみ、北海道のトウモロコシ。美味しい、美味しいってね、話は聞いてたんですけど、実際に食べたことないんですよ。なので、すごい楽しみでございます。いやー、あとね、なんか、お菓子も入れてくれてた。
北海揚げっていうおせんべいでいいのかな、まあ、ちょっとかりんとうみたいな、うん、そんな感じでしたけど、あとこちらかりんとうね、うん、これ美味しかった、黒大根味自慢のね、うん、まさに美味しかったんで味自慢ですよ何言ってんだろう、もう日清そばってね食べたことないんですよ。だからねこれはちょっとね楽しみです。っていうかねまだ冷凍してある、まだ食べれてないんだよね。このあんかけ焼きそばはね美味しかった、むっちゃ美味しかった。 B1 グランプリ、まっちゃんの手が、あまちゃんが邪魔してるんだよな。この下にあんまの好きなやつがあるって言ってる。何がありました、あんまんちゃん。え、どれ？あ、自分からどいてくれた。ん？じゃがいもじゃん。いや、じゃがいももね、美味しいって言うんで、送りますよってね。言ってくれてたやつですね。いや、これね、むっちゃうまくて、すぐなくなった。一週間も持たなかったもんな。じゃがいも。本当に好きなんですよ、じゃがいも。なのでね、じゃがいもとトウモロコシを送ってくださいました。ちょっとね、めくってみましょうか。やっぱりね、粒がぎっしり詰まってないと、やっぱりトウモロコシはね、ダメですからね。で、これがね、むっちゃ甘くてね、美味しかった。甘みがすごいんだよ、とにかく。なんかね、スーパーで買ってるのと、もう全然別物。なんかフルーツみたいだったもん。うわ、ぎっしり。いや、すげえなー。これむっちゃうまかった。茹でてね、食べたりね、じゃがいもはね、芋餅にしてみたりもね、したんですけど、むっちゃうまかった。で、動画に撮ってるね、調理したやつがあるんで、一つはね、この通り、焼きとうもろこしにしました。茹でてからね、醤油塗って。で、あとね、それをね、もいでね、ポテトサラダにしたの。むっちゃうまかった。それでは今回12月送っていただいたやつですね。どうも、プニでございます。荷物がね、先ほど届きました。こちらをね、開けて、最後の、今年最後の、グルメ、開きにしたいと。開きじゃないな。グルメ終わりにしたいと、思っております。で、まず一つ目。手作り燻製ですね。これって前も送ってもらったやつかな。むっちゃ美味しかったやつがあるんだよね。多分これだったと思うんだけどな。なんかコリコリしててね、すっげえ美味しくてすぐなくなったやつ。一瞬でなくなってったから、これ。じゃあ、ちょっとなんだろう。これなんだっけ？グリーンペッパーじゃなくて、グリーンパーチか。そう、グリーンパーチっていう紙で、くるんであるんですけど。これがね、いいらしいよ。魚屋さんとかでよく包んでくれるやつだよね。これはトレーに入ってる。マジか。え、これ、あれだよね。うわ、ホタテだ。やば。ブリブリのホタテ。こんなでかいの。こないだね、浜焼きできるところにね、食べに行ったんですよ、海鮮。ホタテちっちゃくてさ、でもそれでも美味しかったけど、うわ、こんなでかいホタテ。いや、嬉しいな。え、これ、あれですよ。今までの通して全部で2万円企画ですからね。絶対ありえないよね。関東で買ったら、もう、
これ一箱で2万円ぐらいいくよ。うわ、数の子だ。やば。ちょっと、興奮してしまいました。数の子に興奮してしまいました。味付け数の子だって。いや、やば。うわ、年明けたらちょっと、食べます、これ。あのね、コストコでね、松前漬け買ったんですけど、あれの数の子と食べ比べてみる。絶対こっちの方がうまそう。数の子ね、少なかったんですよ。買ったやつ。結構して、少なかったんですけど、でもまあ、お正月だし、少し食べればいいかと思ってね、数の子買ったんですよ。そしたらエイトさんもね、数の子送ってくれたんで、もう、すごい。やった、数の子大好きなんで。いやー、これは、いいお正月を迎えられそう。これはね、今開けてるのはね、なんか想像つく。これね、うまいやつです。もうね、前回送ってもらって。うわぁ、来た、島ホッケですよ。これがね、むっちゃうまいんですよ。うわ、やば。2枚入ってる。くわぁ。うわぁ。これは、いい正月になるぞ。うわ、すごいなぁ。数の子と、ホタテと、ちょっとお正月ね、来客もあるからさ、一緒に食べよう。うわぁ、これはいいわ。かぁ、たまらないね。というわけで、すごいものを送ってもらいました、今年最後ね。いや、本当にね、エイトさん今年、いろいろ美味しいものありがとうございました。いや、すごいなぁ。来年も頼みたいな。やってくれるかな。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、すごい荷物を送ってくださいましたので、いやー、いい年末年始をね、迎えられます。ありがとうございます。